7月も半ばの朝の8時です。今日はね、一人で過ごす日常をお届けします。8時半から母親はデイサービスに出かけます。おはようございます。お願いします。お願いします。今日も暑くなりそうだね。ね、今日も暑くなりそうだ。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。平日のね、朝の8時半ですね。今日はね、母親が、デイサービスにね、たった今行ったんで、一人ですけどもね、なんかウキウキしますね。やっぱり二人暮らしでね、まあ来てるわけですけどね、僕自身はね、本当一人暮らしもう一回したいと思ってるんでね、まあこうやって一人になれるのが一週間に一回ぐらいはあるんでね、その日はね、なんとなくウキウキするというか、別に大したことないんですけどね、何も予定はないんですけど、そんな気持ちですということで、その一日をね、ちょっとだけ、撮れればなと思います。はい、朝のね、9時です。Jトピアの駐車場に来てますね。夏野菜をね、中心に買っていこうと思いますね。多分ね、どんどん安くなるんじゃないかなと思います、これからね。はい、ということで行ってきます。はい、買ってきましたね。どんどん安くなりますね、夏野菜これからね。250円ですかね、これだけでね。はい、ナスがやっぱり一番安くなりましたね。これで100円ですよ。5本ですね、結構。大きめのやつがね、5本で100円です。ちょっと傷があるかな、その分ね。安い分ね。で、最後はキュウリですね。これもちょっと曲がったやつですね。曲がったやつが100円ということで。これも結構量がありますね。はい、ということでね、これからはね、夏野菜をね、ガンガン食べていこうと思います。今年の夏はね、そうめんとかね、冷やしうどんとかね、小麦粉を使ったものはね、なるべく食べないようにするんでね、こういう夏野菜をね、ご飯でね、食べていこうと思います。ということで、現場からは以上です。はい、自宅のね、浴室ですけれども、こちらですね。そろそろこちらのね、カビを取っていこうかなと思います。ちょっと YouTube で動画見たんですけどね、完全にね、あの床のカビを取るわけですけども、カビがね、床がね、乾燥してる時にやった方がいいということなんで、やっていきます。当然ですけど、カビキラーを使いますね。そしてね、今回はね、こちらの壁面のちょっとこの辺ぐらいから下がね、ちょっと黒ずんでるんで、これカビなのかどうかもよくわからないんだけど、模様かもしれませんけど、これもちょっと取っていこうと思います。あと床ですね。こちらの床を当然ですけど一面やるという感じです。で、今乾燥してるんでね、まあ30分ぐらいね、かけて放置するわけですけどね、でこちらはね、垂れてくんでね、サランラップですね。ラップをちょっとやった方がいいということで、こんな感じでラップをかけていきます。これできるかな、あまり手で触りたくないんだけど、しょうがないや。塩素の匂いがすごいするね。で、こんな感じで、ラップをね、かけていこうと思います。よいしょ。はい、そしてあとはね、こういうところをはい、で
これで伸ばしてきますね。軽く。はい、これをね全体的にやってね、30分放置したいと思いますね。はい、これでね30分放置ですね。朝は何も食べないもんですからね、すきっぱらにね、ブラックのコーヒーはちょっときついんでね、いつも紅茶ですね。砂糖なし、ミルクなしの、紅茶を飲んでいきます。はい、30分待てずにね、だいぶこすってしまいましたね。当然ですけどね、こすればかなり汚れが落ちますね。かなり綺麗になってると思います。まずは床をね、こんな感じで。はい、こんな感じで汚れがね、取れてきますね。こっちもどうかな、剥がしてきますね。あ、取れるね。取れました。これもカビだったんだね。結局この辺もカビだね。模様だとばっかし思ってました。これカビでした。はい、綺麗になりましたね。床はね、当然綺麗になりました。ちょっと隅の方はね、ちょっとまだ汚いですけどね、しょうがないですね。ブラシが当たらないんでね。あと壁面ですね。壁面も真っ白になりました。だからこういうとこですね。こういうとこもね、やればもっと綺麗になるかもしれませんね。今度、次回、やってみますね。扉のね、こう、ガラスっぽいな、すりガラスっぽいやつですね。ここも綺麗になるんじゃないかなと思います。まあこれぐらい綺麗になればね、とりあえずは大満足ですね。はい、現場からは以上です。はい、お風呂が綺麗になったんでね、ついでにシャワー浴びましたね。ということで、今度はね、もうお昼が近いんで、お昼ご飯食べていきます。まず味噌汁ですね。そしてきんぴらごぼう、そしてホイコーロー、それぞれねもう残り物ですね。あとご飯を温めて食べるという感じですね。ホイコーローとね、きんぴらですね。あとご飯、はい、こちらを温めてきます。はい、味噌汁も温めていきます。はい、もういいでしょう。はい、こちらね、はい、はい、熱々熱々熱々。
りすぎましたね。サランラップがなかなか取りにくくなっちゃった。つやち。あっち。はい。あまり加熱すぎるとサランラップがね。はい。どうでしょうか。残り物ばっかですけどね。ホイコーローですね。キャベツ、ピーマン、人参ですね。こちらはきんぴらですね。ごぼうと人参。味噌汁は玉ねぎとわかめと、しめじかな。油揚げか。しめじは入ってないです。はい。ということで、美味しそうですね。はい。ちょうど12時ですね。いただきます。これだけあれば十分だね。豪華だね、今日はね。むしろ。うん。久しぶりにね、大根も豆腐もなかったんでね、味噌汁に玉ねぎ入れただけですけどね、美味しかったですね。昨日作ったやつです。うん。美味しい。うん。きんぴらはね、業務スーパーの冷凍のやつですね。もう初めから切ってあるやつ、ごぼうと人参がね、細かく切ってあるやつをそのまんまね、やるだけという。うん。キャベツがね、いっぱいあったんで昨日ホイコーロー大量に作りましたね。たくさん食べましたけど、まだ残ってます。いくらでも食べれるね、ホイコーローならね、僕は。うん。なぜか、この後のね、食事風景はね、撮れてませんでしたね。はい、12時過ぎてますけどね、洗濯やっていきますね。今日は日差しが強いから、多分ね、乾くと思います。はい、T シャツとかね、さっきまで着てた。よいしょ。少なめでいいかな、洗剤は。はい。はい。できましたね。洗濯はですね、普段母親に任せてますけどね、僕もね、実は洗濯そんな嫌いじゃないですね。やっぱりね、乾いてね、綺麗になるとね、すごくね、達成感があってね、結構気持ちがいいもんですからね、洗濯は嫌いじゃないです。ほとんどタオルと、僕の着替えかな。下着類ですね。 T シャツと、はい、じゃあ行ってきます。三男の弟がですね、家にいたね、1週間はね、洗濯物がね、すごく多くてですね、しかもね、雨なんか降ったりなんかしてね、なかなか大変でしたね。だからね、本当にあのグループホームのありがたさがね、よくわかります。
食事を作るのはね、割とね、やっぱりすごくね、喜んで食べてくれる人がね、一人増えたからね、すごくやりがいがあってね、ちょっと頑張りましたね。だからね、本当に1週間ねやって、母親もね、僕もね、なんかちょっとね、気合いが入りすぎちゃってね、ちょっとね疲れてしまってね、弟が帰った後はね、なんかちょっと気が抜けたようなね、ちょっとね、そんな感じになりましたね。弟がね帰った後ね、掃除機をねかけたんですね。やっぱりいつもよりね、やっぱりすごく汚れてましたね。お菓子の、残りのねカスみたいのも結構あったし、あと弟の部屋なんていうのはね、ずっと使ってなかったからね、今までは本当に掃除機かけなくてもね綺麗だったんですけど、弟が1週間いただけてね、かなりほこりが出てですね、まあ掃除のしがいがありましたね。やっぱり本当に2人暮らしよりね、3人暮らしの方が汚れるし、これでね、本当に7人とか8人とかいる家っていうのはね、相当汚れるんじゃないかなと思いますね。洗濯も大変ですしね、ご飯作るのも大変だし、そういう感じでいろいろ考えちゃいましたね。掃除機、洗濯機、冷蔵庫なんかがなくてね、しかも大家族みたいな、家はね、昔はね、50年前、70年ぐらい前はね、ザラにあったんですね。その頃のね、専業主婦っていうのはね、相当な肉体労働だったと、推測できますね。昔のお母さんってね、ほんとすごかったんだなって思います。午後2時半ですけどね、ちょっと天気が怪しくなってきましたね。外でお茶してますけど、曇ってるからね、全然暑くなくてね、ちょうどいいんですけどね、雨が降りそうですね。洗濯物がね、まだ乾いてないんで、雨がね降り出したらちょっと小屋の方にね避難させないといけないです。お茶を飲んでたね、30分後にはね、雨が降り出しましたね。ということで今日はね、一人で過ごす日常をお送りしましたね。最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。